話からお疲れ様ありがとうございますこんばんは電話電話出ないです電話ブチって切れましたちょっとテロップ出しますね ゆうなちゃんママ、お疲れ様です <laughs> どういうことまえちゃんさん、さありがとうございます結構緊張してたねめっちゃ緊張しましたなんか対面の時よりもう緊張しましたね大好きさん今日はありがとうゆうな美ちんだから緊張してない <laughs> 私はめっちゃ覚えてますありがとう大好きさん来てくれると思ってなかった本当に嬉しかった 何これ宝箱みたいなやつありがとうまたお話ししましょうね次はちゃんと私も話せるように <laughs> 頑張りますママと電話後に再会いや大丈夫ですあのこのショールーム終わったらまたかけ直します初めてショールーム中にお母さんから電話かかってきた <laughs> 配信止まらなくてよかったこんばんは お話会は大阪撮ったのでよろしくねあやったーしげさんありがとうメモしとこそうもうメモって本当に大事だなって思って大阪に来てくれる方もメモします今から今日来てくださった方も全部メモしてママとの会話配信でもいいよ <laughs> どういうことよ <laughs> 始まる直前のカウントダウン中に変顔したくだならえ ちょっとわかるかるもちょっとだけわかる <laughs> ちょっとだけわかるママのおかげで声ずれたえー、声ずれてますか皆さん更新してください声をずれてたらこんばんはきお兄さんこんばんは来てくれてありがとうございました今日 NON さんあ NON さんもありがとうございますこんばんはこんばんは見えないところで鍵開けの争いがあって そう鍵開けの方覚えてますよお母さんコメントしてくれるから「お母さんにはもう絶対ショールーム見ないで」って言って「絶対にショールームは入れないでね」って言ってます初めてお話し会できてよかったえっ、ー、ありがとうございますそうありがとうございますきお兄さんえっ訪れしてますか皆さん 音の訪れ <laughs> つまんなえ訪れしてますかもうお母さんが電話かけてきおーいいもうえ本当に イヤホンの抜き差しケー、okay。そうショールーム始めた瞬間にお母さんから電話かかってきたんですよ。 一瞬だけイヤホン抜き差ししますちょっと待ってね何電話かかってきたら訪れするんですか一瞬だけ イヤホン抜き差ししましたが、治りましたかメールの自撮りめっちゃ可愛いです。ありがとうございます。嬉しい。届きましたかさっき送ったんですけど。ゆさなこさん言うなしか、本当に本当ですかまあショールームの社長はメモのまお魔力 ええー、そうなんですかそう目も本当に大事大阪行けるかもですその時はよろしくお願いしますええ NON さんありがとうございますありがとうございます岡山277系な…なすごいありがとうございますわしも大阪行きますよ知ってまあ知ってますよあの目も知ってますねピンゴの神さんとピンゴの神さんと NON さんが大阪ですねありがとうございます 初めてお話あ読みましたね皆さん治りましたかこんばんはそう電話がなんかちょっと訪れの原因らしいですやまぴーさんかわいいありがとうございます嬉しいなあ治ったよかったすごいありがとうございますえすごい。 イヤホンの抜き差しで治るんだねすごいありがとうございます教えてくれてよくあるトラブルなのでえ本当にすごいありがとう服かわいいそう今日お話し会できてましたねゆうなしか勝いんよありがとういつビンゴの神様大阪でお話できるんですかね自分も大阪行くよありがとうメモしますね だから明日のお話し会での持ち物欄に持ち物欄にあれですねメモメモ帳とボールペンを追加しましたうみちゃんさんランプありがとうございますい魔法のランプこんばんは大阪行くのでよろしくですなべさんありがとうございますさすがゆなちゃん偉いそうもう絶対にメモはメモ必須ですね イヤホンで直す技これからも使えそうだねそうすごいなんでみなさん知ってるんですかイヤホン配信してる側じゃないのに <laughs> なんですごすごいですねすけモもんさんバラありがとうございますゆうなちゃんラブほんとにひとみちゃん ハートのレターありがとうこんばん,はこんばんは,はるかさんマジでかなうのイメージ強すぎてやばい <laughs> メモ帳に書いて忘れるパターンいや持っていきますよでもあるあるなんですよねなんか買うものをメモするんですけどそのメモを忘れたりするのは結構あるあるですねファンとして配信してる側か,か,かもしれんどういうこと こんばんはお洋服可愛くて素敵ありがとうございます嬉しいですねそう昨日昨日昨日かな昨日のお昼ぐらいからずっと服を選んでて <laughs> もうどれにしようこれにしようとか言って1時間ぐらい家で家で着替えたりしてましたねこんばんはゆさなこさん信頼回復するしか ちょっとゆさなこさんなんかすごいいろんなところ行っちゃうんであとなんかショールームでもなんかいろいろ話そうと思ってるんですけどなんかいろいろ忘れちゃってあと「今日は今日は9時半ぐらいまで配信します」そうゆ「推しはゆのちゃん含めて6人知ってますよいっぱい推しがいることは」 選ばれたのはアハです <laughs> 違いますねおんふくさんお疲れ様ですこんばんは今日は私服制服今日は私服ですこれでこれでお話し会してましたはい八時五十九分ありがとうございますみんなガチャ引いてる <laughs> みんなガチャ引いてる皆さん私のアバター出してくださいねお洋服かわいいありがとうございますもう昨日いっぱいいっぱいねあの着替えたんですよどの服にしようどの服にしようって思って磯野なこさんに説教してあげてねはい次お話し会に来てくださった時があればお説教したいと思います昨日友達にうのちゃんのことを教えてもらって見に来ましたえー えー、嬉しい誰だろうえー、ありがとうございますありがとうね9時半終了そう9時半終了ですこのショールーム皆さん時間があれば是非是非コメントしてくださいねロテサンマーさん「やあやあこんばんは先輩たちはコスプレしてた」えー、でもしてる先輩がと思いましたねめっちゃ可愛かったですそう えー、こんなのこんなの私見ていいのって思いました無料でね <laughs> 無料で見ていいのって思いましたこのひとみちゃんをご案内いたしますえよろしくお願いしますちょっとひとみちゃん初めて来たみたいで私のルームこんばんは名前バレてないから何でもられるだろうそうもうこの方はいつもなんか名前が難しい名前が難しい人って覚えてます いつもお名前コロコロロ変えるからメンバーさんの前に出るような服死ぬ気でさらがしてる <laughs> ああそのあれお話し会で着る服ってことそっちもねわかるわかるお互いいっぱい服ね <laughs> 服本当に困る何着たらいいんやろうってお仕事だったのよ話し会参加できなかったえ っていうことは今日お話し会買ってくださってたってことですか？こんばんは金ののはい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 らえましたいいえいえもらっていいですあれだけ緊張してたらはいはいはえはえはい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 えいは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 いーいはいはいはいいはいはいはい 無料がまそうそうなんですよなんか控え室で先輩方がかわいいお洋服を着てらっしゃるじゃないですかもうそれは私はお金を払わなくて見てもいいのかって思いましたね <laughs> こんばんは大阪行くのでしょんちゃんさんも来てくれるんですか カンプさんも今日来てくれてありがとうございました皆さんありがとうございます明日明日お話しできるよって方いませんか明日はとっておきなカーフラーでお話し会社えぇ、ー、嬉しい明日お話しできるんですねこっちも待機してる側もうニックネームが表示されるからわあなんか話す3秒前カウントダウンがあるじゃないですかその時にあ,あ ほうほうこの方が来るんだって思ってえでもなんかショールームをなんかあんま見てあんまりコメントをしない方みたいなのも方も来てくださってえなんで来てくれたのって言って話しましたありがとうございます絶対ダメじゃあ聞くなはるちゃんさんご無沙汰ですご無沙汰ってどういう意味ですか 鈴鹿さんなんかよく使うんですけどちょっとどういう意味?「UNON」時々出るオタク目線そうもう本当にアイドル大好きだからちょっとオタク目線になっちゃいますね時々明日もよろしくお願いします n o l さんまた来てくれるんですねありがとうございます書生何どういうことこんばんばはショールームでコメントするフファァンンで全ファンの半分 えーなんかそうショールームでなんかコメントしてくださる方のなんか印象がすごい強くてなんかニックネームも表示されるじゃ,ん表示されるじゃないですかだからなんかそれのイメージが強くて「え会えるんや」って思うけどなんかあんまり見たことないニックネームの方も来てくださって「え 私のファンもいるんだって思いました <laughs>。嬉しかった。初生いうな。ああ、そういうことか。充電が。ごめんなさい。いつもモバイルバッテリーつけて。やってるんですけど。 さっっっき充電がなくなくちちゃゃいました、ね、大事ですめっちゃご無沙汰お久しぶりってことかありがとうございますその開始3秒前は名前だけ写ってるお楽しいや映ってないですよ名前だけ写ってて321バンって感じでお互いどっちも見れるみたいな感じですこんばんは最初のお話が来てくれた人には「優なの好き」って言ってくれたきっかけを聞くとああ そういういことねでもなんかそんなもうめっちゃ詳しくなんか話す時間なくてあのもう本当にみ短いっていうかそうなんですいっぱい話したいんですけどね「こんばんはオーディションの時から押してますありがとうございます」そう「オーディションの時から押してるよ」って言ってくださる方も来てありがとうございます。ユナのファン増殖中 ありがとうございます。本当ですかカナうんちで配信したんいや、カナうんちで配信してないですよ。入でカナう来たし。カナう来たよ。本物これ。名前バレするからオンラインはいけない。ええー。でも対面来てくださったじゃないですか。大丈夫よ。ありがとうございます。やば。カナう。そうですね。カナう来てくれた。 ありがとう今も見てるうろたらせがさんこんばんは縦画面だと充電表示見えるあこういうことじゃあちょっとモバイルバッテリーがあと今2個あるんですねこれが1になったら強制終了 <laughs> 強制終了ですいでかなうさん来ましたみ,みんな大好きいでかなう カズさんこんばんは先日実家配信の影響で今日えいいな柴しばけん私も会いたいから会いたくなるからやだカズさんお疲れありがとうございますいますよみんなかなうの配信きたいえカかなうのよ隠れてみたいな隠れてくださいかなうのファンの方あよかったカウントダウンのと緊張して変な顔することえわかるなんかさカウントダウン321でバンってなるじゃないですかその時なんか ちょっと変,変な顔したくなるのめっちゃわかるなんかマスクの下とか変な顔したくなるのめっちゃわかるそういうことじゃなくてこんばんはかわいいありがとう最近かなうの良さ知ってしまったえいつもくさあかなうの配信いるやんみんな見とるってみんなかなう来たよ隠れなくていいの <laughs> 隠れなくていいの ゆうなちゃんえ怖いんですけど来ないでくださいすいませんえかなうあと私は9時半まで配信するから見ててねずっとじゃあパトロールお疲れ様です本当にね本んにお疲れ何でそんなに可愛いのですかえっ弘中さんそれみんなに言ってませんかありがとうでもかなうにかなうの作った料理を食べないぞって宣言してあげてそうかなうとでもなんか一緒に料理配信したいねって言ってるんですよ なんか一緒にシチューとかねホットケーキとか作りながら配信したくてちょっと夢のコラボ料理配信したいですね安兵衛さんお疲れありがとうございますえっやったフォローありがとうございますかなうらぶええ怖いんですけど隠れません <laughs> みんな隠れて <laughs>。 みんなあのなうのあと多分30分ぐらいまでは多分見てくれると思うのでえそうあのさ似顔絵描いてて描いてくれてたじゃん私なんかすごいひどい似顔絵っていうか20秒で描いちゃったからさなんかかなうのクオリティがちょっと高くて申し訳なくなった堂々としてる偉いこんばんは。 オンラインだとニックネーム出るから名前を覚やすえっそうなんかす,すぐ一致するショールームで来てくれたあっみたいな <laughs> ありがとうございますカズさんこんばんはユニバーさんこんばんは何これえっカズさんもありがとうございました来てくれてこちらこそありがとうございます覚えてますよ D なので堂々としてます <laughs> どういうことや堂々とすんなよ ミシェルボーイさんああ今日来てくれてありがとうございました料理配信しようねえそれな本当にしたいえしようマジでしようなんかたこ焼き配信とかさなんか作りながら配信したいホットケーキとかみんな見てねその時の配信は一緒に料理配信見たいえだよねだよねうなかな料理うなかなクッキング <laughs> ラボラ料理配信みたいねやりたいあご無沙汰の意味ありがとうございます長い間なんちゃらかんちゃらをせずにおりました長い間ありがとうございます調べていただいてわざわざお話がありがとうございましたこちらこそありがとうございましたフィギュア見えましたよいっぱいかなうが全部食べるんだろうなえ私も食べますよ料理対決受けるフェリスさん レインボースターありがとうございますイシャルユーさんはみんなに言ってるのは気のせいだと思います <laughs> でも見てくれるの嬉しいよゆさ,ゆさあなこさんありがとうございます毒味配信 <laughs> やだミシェルボーイさんかわいいありがとうございます星でした伏せ字だこんばんは叶うクオリティすごかったそう めっちゃ嬉しくてその時ちょうど私もカナーの配信見てて私結構結構っていうか一番多分同期の中で一番カナの配信見ててその、はい、私の昨日の配信が終わった後カナの配信行って見てたらちょうど私の絵を見せてて嬉しいっすね可愛く描いてくれてユニバースさん水色のハートありがとうございます タコ,パタコパしたいえでもタコは入れないんですよね私家でたこ焼きする時は絶対タコは入れたことないチーズとかソーセージとかかなうのアバターがベリーショウタなの <laughs> ねそれの初期アバターなのにめっちゃめっちゃ男のアバターなんだけどこんばんは。 最後に実食するわ <laughs> ねえいつか絶対さかなうとあれだよ料理配信しますからえ料理料理っていうか火とかあんまつさない方がいいよねでも料理配信ってしていいんですか <laughs> 普段は自炊してるのえなんか前まで料理作らないって言ってたじゃないですか作る作るようになったんですよね 最近そうだから多分もう1年後には覚醒してると思いますもう店開けるぐらいなそう最近調味料もいっぱい調達してきて最近片栗粉がめっちゃ欲しくて片栗粉を買いましたかなうのアバターは自分の生まれたてだよ <laughs> なんかよくわからないこと言ってまーす ゆうなんと初めてて会った話をしてましたえー、何どんな話やった負け方が叶うの料理食べるんだいやそんな叶うの料理ひどくないからね大丈夫そんな言うほどひどくないでもなんかひどいのはあの賞味期限が切れた賞味期限が切れたあの食材を使ってるからひどいって言ってるだけでガンダム見せいうかえそう見ましたなんかここの前にフィギュアがあってそうああガンダムやって。 叶うの配信そう一番見てますよ私なんか暇があって誰か配信してたらかなうの配信行くみたいな初告白グッジョブサヌキっこさんレインボースターありがとうございますねチーズ美味しいよねタコ入れなかったらパじゃんタコパしますよかなうとえ違う待ってかなうのコメントだったんだけどめっちゃウケるレベル2だって めっちゃ私のこと好きやんただのパーティーパ火を移したらダメなルールあるのえなんかでもあんま移してさなんかもし焦がしたりしてさどうしよう移してあ大丈夫なんや料理配信しようかなうんちで <laughs> でもかなが書いてるような前髪の分け目逆だってよこんなに一緒にいるえ私はこっちですよいつも。 型がついちゃっててまずは炊飯器あんとね炊飯器欲しい買おうっととろみをつけるそう片栗粉なんかいろいろレシピ調べるんですけどいろいろいるんですよね片栗粉ってとろみ大事スープとか作るにもいるんです片栗粉ってメンバーさんとのタコパワー需要すごいあるえなんかキャベツキャベツとか薄力粉ぐらいから生地から作っていこうと思います 片栗粉にまぶして焼くとめっちゃそうなんかなんか豆腐賞味期限切れの2日ぐらい切れてる豆腐がなんかあってそれ食べれるかなって思ったんですけどなななんかか捨てるのもったいいいじゃないですかだからなんかよく火を通して食べようと思って豆腐のアレンジレシピを調べたらなんか片栗粉にまぶして醤油と砂糖で焼くみたいなのがあってそれを作りましたそれが作りたくて。 初めては鍋パそう鍋パやりましたみんなでゆうなんが覚えてるかなと初めては話したエピソードは何だったっけえでもなんか最初の方から「えな何か何々だよね」とかじゃなくて「えマジウケる」みたいな「えマジウケるんだけど」みたいなそんな感じだった気がする先輩はショル料理配信えー、そうなんだじゃあ大事ですね料理配信も未来一えー、久しぶりだ そうお話し帰りましたあったよ会いたかったよかなうカりさんかなうしだおこおこ1年後え世界で78億番目全然おいしくないやんカニクリームコロッケ作れるようになりたいですねでも油とかちょっと処理とかがめんどくさそうかなの配信見てましたかさっきも見てましたよなんかひいちゃん 鍋にっああーそう最めっちゃマジでめっちゃ最初の頃合格してなんか初めて集まった時かななんか1週間も経ってないのに多分みんなで鍋パシしたんですよえご飯ないよねとかなって作ってくれました鍋をカナなンチのコンソメあカナウンチコンソメあるらしいです血が出たらダメな 血はね、あんま移さないよ。にします。かなおちゃんが。なら、失敗しても笑って、済ませることができる <laughs>。そう、とろみがね、大事なんです、とっても。ユニバースさん、タコ。ありがとうございます。タコタコ。なん、このポーズでいいタコって <laughs>。危ないから、気をつけてね。はい、ありがとうございます。 そうめっちゃ美味しかったでもなんか木綿豆腐で作るレシピだったんですけど私木綿豆腐じゃなくて絹豆腐があったけどまあそんなのどっちでもいいやって思って絹豆腐で作りましたらすごいみずみずしい揚げ豆腐になりましたねそう揚げ出し豆腐みたいなそう豆腐ステーキそうそうそうそんなやつカナートの初絡みはひいちゃんそうそうですひいちゃんちで 鍋パスした時に確かにその時だった気がする豆腐ステーキは小麦粉だねえ片栗粉だった気がする待って全然情報追いついてなかった次こそえまだねあるからねまたお話ししようねユうなもう押していますきっぱりねカかりさんなんか公園から配信しててめっちゃ自然だって思った おきいい包丁で検索したらおもろいなえー、ちょっと見てみますね冷凍のカリクリームコロッケならあげるだけをええ、もうチンするだけでできるやん冷凍のカリクリームコロッケはねえ手間かかりそうヤマピーさんレインボースターありがとうございますユうノの第一印象あの子おとなしそうだったよええー、みんなに言われますねそれは。 あのさマジで可愛いえ嬉しいよ嬉しいよありがとうツナさん宝箱ありがとうございます揚げ出し豆腐の問題は油が汚れる油ねちょっと油はちょっと使わないようにしようと思ってなんか捨て方とか分からん B 型やねそう B 型なんです賞味期限は美味しくって 食べられる期限であって多少は大丈夫そう、賞味期限はまだギリ大丈夫かなヨーグルトとか豆腐とか納豆とかは1日とか2日は過ぎても大丈夫かなって思います消費はね消費はギリ1日ぐらいまでまだお話会変えるえどうですか受付ってまだえ、次の受付っていつ頃とか分かりますか皆さんこんばんは どうなんだろうえでもリアルの大阪今は多分受付してないけどリアルの大阪はまだ時間があるから行ける気がするあとあともう一日ぐらいオンライン行けた気がするえー、ごめんなさい詳しく把握してなくてゆさなかさんゆうなちゃんの手料理はいくらで食べれますでしょうか えもう無料で食べさせてあげたいぐらいですよ本当に広島のあーそうなんやそういうことかだから公園でオンラインお話し会だったんですねそうなんか釣りしながらオンラインお話し会に来てくださったり公園だったりなんかすごい楽しかったですねこっちもこっちもなんか外に出てる気分でした 揚げ物ががでするのがいいかもだっていいですかカナウンチで揚げ物してもカナう以外におすすめの三期メンバーいるえもうみんなおすすめですね私個人的にめっちゃ面白いなって思うのが面白いっていうか私自身がなんか結構興味津々なのがんかすごいすごいなんか不思議な子ですごい興味津々でよく話しかけに行っちゃいますね <laughs> 結構謎に包まれててえ今度コラボ配信しようって話してましたうなに会いたくて抜け出してきまえー、ありがとうかりさんかりさんねめっちゃねめっちゃ笑顔が素敵でした期限切れの牛乳は気をつけてねそうですねでもかなわは多分期限切れの牛乳めっちゃ使ってますよ期限切れの牛乳そんな有名なの わざわざありがとう後でしっかり調べるね,ね会いたいよありがとうオンラインどこでもできるからねそうなんですか <laughs> そうなんですかそう知らなくてなんか家室内じゃないとダメみたいなルールがあるんやとルールかと思,思いきやいろんなところでできるんですねスーさんこんばんは遊びに来たよありがとうございます渋谷の団長さんありがとうございます 食器洗いもかなわにやってもらうやはい <laughs> はいでも私洗い物はできますよ東京のお嬢様そうゆいかちゃんめっちゃ不思議でめっちゃなんか興味津々になるいろいろあって今日は2号でコメントしてますどういうことよどういうことよダメよ河南ちでもダメよ本当にお嬢様のそうお嬢様の結かちゃんちょっとき興味津々ですね私は。 お宅が出てますね <laughs> 確かにそう謎の謎に包まれてて私なんかすごいなんか謎に包まれてる子っていうかなんかすごい好きなんですよね不思議なオーラがあるじゃないですかこれから「かべしまちゃん見ます」えでもちょっとあとあと5分は待って「わしが興味津々なのはリ・ア・チュ リアチューと私同じ部だったよ今日ずっと喋ってましたしずっとリしと喋ってたし電波が届けば <laughs> 電波にはよくそうあかりさんめっちゃ笑顔素敵他の人が映ったりしないようにしないとねですねあ風の子さんもね来てくれてありがとう今日あのあれスケーチスケ部みたいなのめっちゃ嬉しかったそうゆいかちゃんね めっちゃ気になる私ゆうかちゃんそうお嬢ですおきさんの手料理の白桃白は知りないです何ですか食器洗い何々やれないわけじゃないよね何不正事なんですけどリア中行かなかったなじゃんええなんかカリ、えー、さん全員のところ行くんかと思っとった 皆さんあと残り5分となりました5分となりました <laughs> ポタクにマウント取るのやめてもらってえけもう一緒ですよ一緒ですよ本当にマウント取りますよチホンヌさんとえなんで知ってるのなななんでなんででそうなんで知ってるんですか 千穂さんと生き延ばす隣だったんですよなんで誰が言ってたんですかゆーナンコラボはなかなかシュールなことになりそう <laughs> ゆいかちゃんとあと奥田ゆいなちゃんゆ,ゆいか、ゆいな、ゆうなで配信しようと思ってて結構なんか謎に包まれた配信になりそうですねそういろいろやりたいんです楽しい時間は早いな ね、ありがとうございます皆さん見てくれて体感3分本当に渡辺さんヤッホー名前めっちゃ可愛いんだが星野正輝さ,さん尊いありがとうございますまたお話ししましょうねえ千穂さん千穂さん待って千穂さんが言ってたんですかどういうことあ個別のお話し会でってこと えなんでなんで詳しく聞かせて今度のお話会かそれかこの今の配信で教えてください平手さん限られたメンバーしかいてないのええー、ありがとうカりさんすごい嬉しいチョーンンドさんとそうそうなんですなんかえっどういうことこれこれどういうことえっ <laughs> そう皆さんいい香りです <laughs> そう皆さんいい香りですよ松岡さんかわいいありがとうございます千穂さんには絶対言わないでねわかりました伊佐中さんのアイコン千穂さんそう噂のゆゆゆで非公式ユニットなんですけど <laughs> 配信したいと思っておりますいつかするのでねね来てねかゆゆゆそう叶うめっちゃ入りたいって言ってた 大好きさんありがとういつもありがとうございます今日も疲れているの、ね、配信ありがとう明日のお話会も楽しんでねありがとうございますまたお話ししましょうねもうえ本当になんか本当に来てくれると思ってなかったからめっちゃ嬉しいありがとうね気になるそう気になりますねゆんなちゃんこてつくんは元気えこてつくん元気ですよめっちゃめっちゃ元気 えちょっとなんか大好きさんへのギフトのあれですね返しがなんかすごいなんか一瞬で終わっちゃって大好きさんありがとうありがとう <laughs> いつもありがとうございますそうこてつくん元気ですよめっちゃ元気めっちゃ会いたいマジででも会っても逃げられるだけゆなは部屋に柔軟剤の香りそう柔軟剤の香り消えましたお話し会で教えてもらった「三期誰 をしてるの言うなバスト何とああそういうことか。待ってすごい。あのまとめてくれてありがとう。そういうことか、ありがとうございます。え,え,え,えっていうていうことはさていうことはさ待ってちょっと待って、ちょっとちょっと5分5分ぐらい延長するんですけど、っていうことはさ千ほさんがさ私のことええ,え,え,え、あの私マスクしてたんですよ。生き延びすえ、マスクしてたんですよ。よえ。でもそれでも分かってくださったってことですか？ ええ,え,えありがとう教えてくれてマスクしてたのにええありがとうございます嬉しい嬉しいよ感動かなというのは仲良しそう仲良しです一番仲いいですね多分一番話なんか一番仲いいじゃなくて一番よく話す千代さんとそうちょっとだけ話しましたええー、そうだからもう なんで私がこんな隣にいるのっていや,いや違う千穂さんがおし私のことをしてるってわけじゃなくてあのー、そのお話し会に参加された平田おじさんが千穂さん,ん千穂さんが平田おじさんに「平田おじさんは誰をしてるの?」っていうことで平田おじさんが「3期は有難をしてるよ」って言って「バスまりだったんよ」っていうことじゃないですかね多分。 6月にやる話会もますます楽しみにえー、みんなみんないっぱい話しましょうねもう本当に短い時間だけども詰つめつめでぎゅうぎゅうにさ話しましょうねそうそういうことそういうことですそうえー、もうめっちゃ嬉しかったさっきえ感動感動ありがとうオタク来たオタク出てましたかえありがとう教えてくれてえ超嬉しい 千穂さんと親しくなったらマイキューさんも大丈夫ちょっとここだけの話隣もマイキューさんだったんですよね千穂さんとマイキューさんだった隣がはいということで <laughs> ということで終わりますよそうめっちゃ嬉しかった香りでバレたんじゃねえもうめっちゃいい匂いでした皆さん時間もったいないからその時深掘りしなかったけど何話したん ですね課金案件ですよほんとにじゃあじゃあ読みますね男女では13位スー君スースー君じゃないスーさんスーって方がね2人いるんですよね私の配信こっちはスーさんですスーさんありがとうございます 12位、ひでちゃんさん、ありがとうございます。11位、星野正輝さ,さん、ありがとうございます。またお話ししましょう。10位、イ,イエイヌ・ジェ JR さん、ありがとうございます。9位、松岡さん、ありがとうございます。8位、草加力さん、ありがとうございます。楽しみにしてます。7位、山 P さん、ありがとうございます。6位、ONIS さん、ありがとうございます。5位、すうくん、ありがとうございます。 4位綱さんありがとうございます3位 NON さんありがとうございますまた待ってますありがとうございます2位グッジョブサヌキッコさんありがとうございますで1位大好きさんありがとうございますまた次はもう絶対に次は仲良くなりましょうねっていう感じでありがとうございます絶対に仲を深めましょうこれから皆さんと仲を深めたいですねとっても 私ありがとうまた話そうねね話しましょうねそうなんですよすごい豪華な席でしたありがとうございました優ナよかったら37位呼んであげて37位ちょっとなにな ?37 位七位いでかなうやないかい絶対見てないだろ ありがとう37位いで叶うありがとう <laughs> 絶対見てないだろうありがとうございました皆さんおやすみなさいちょっとスクショタイムでもしようかなせっかくお話し会だったし前髪が決まらないんですけど え。なんかなんで。え、これ、何これ。まあ、いいや。ありがとう。バイバイ。